ご飯だよ。よし、いいか。困ったな、ご飯がないとサワサワできない。はい、もうちょっと後ろ。はい、待って。よし、食いたれな。親はいらんことばっかりするけんな。前出した日からまたわがままになったよ。隠しコラとか買わんといてほしいわ。ほら、食べないよ。はい、完食。お利口さん、ちょっと待ってよ、ガム取ってくるね。はい、ネガティガム。よし、母ちゃん、ガムだよ。嬉しいね。はい、座れ。待って。よし、ね、お利口さん。ゆっくり食べな。よしよし、いい子だね。親が出した日からまたケージ嫌いになって、散歩が終わったら体拭いてたら急に脱走して、返してくれないし、寝っ転がるし、ケージに入らないし、ご飯がないとケージに入らなくなった。また前は賢かったのに、膝に座っててもハウスって言ったらハウス行ってたのに、自分からいらんことばっかりするんやけんな。ほんと脳みそ子供はいかんな。そこら脳みそ子供についてったらいかんよ。ショコラがバカになるね。何食べても大丈夫だいし、殺されるじゃん、あんた。世話して大人がアスリマって癖つけて、どっちが子供かわからんな。嫌がらせにも程がある。終わり。